三ヶ市尻線は、埼玉県深谷市の向川駅と、同県熊谷市の三ヶ市尻駅を結ぶ秩父鉄道の鉄道路線である。貨物線であるため、旅客列車の運行はなく、貨物列車のみが運転される。セメント原料となる石灰石は影森もしくは、武州原屋から三ヶ市尻の工場へ輸送される。上越新幹線建設のため、それまで熊谷駅に置いて行っていた。 貨物取扱いが廃止され、新設される熊谷貨物ターミナル駅に移管されることになったことから当線が建設された。熊谷貨物ターミナル駅付近を除くほぼ全線は、1962年7月6日に、竣工した秩父セメント熊谷工場への専用線を転用し、1979年10月1日に開業した。 熊谷貨物ターミナル駅を経由して、東武鉄道で使用する新車も道路線から搬入され、秩父本線を経由して、ハブ、よりへ運ばれていた。熊谷貨物ターミナルからの石炭輸送列車が2020年3月14日に廃止され、その他の熊谷貨物ターミナル駅からの貨物輸送も、同年9月30日までに順次廃止されるため、 同年3月26日に、秩父鉄道は三賀尻熊谷貨物ターミナル間について、今後も新たな貨物輸送が見込めないことや、施設の老朽化などを理由として、同区間の廃止手続きに入ると発表した。同区間は、同年12月31日をもって、廃線となった。向川駅三賀市駅三賀市駅。 熊谷貨物ターミナル駅2020年12月31日付で廃止。ありがとうございます。